ナンバーアンダーラインアイのサプライズ出演21時台に見逃せないパフォーマンスが登場8時間生放送 THEMUSICDAY2024 の驚きと感動が詰まったラインナップ今年も夏の訪れを告げる THEMUSICDAY2024 が近づいています7月6日午後3時から10時54分まで8時間にわたって生放送されるこのイベントは 日本の音楽ファンンにとって一大イベントです桜井翔さんが12年連続で総合司会を務め羽鳥慎一さんバカリズムさん三浦麻美アナウンサーが MC を担当し一切れのアナウンサーがネクストゲート進行を務めます今年のテーマはサプライズで視聴者を驚かせ感動させる瞬間が盛りだくさんの内容となっています今年も多くのアーティストが登場し 夏の始ままりをを彩る熱いライブを届けてくれます特に注目されているのはナンンバーアンダーアダラインアイの出演です彼らは全国の視聴者やファンから大きな期待を寄せられておりその形を維持しながらさらに輝きを増しより多くのファンを魅了することを願っていますナンンバーアンダーアダラインアイは21時代に「スクエアアンダーラインワンと「ボンを披露する予定でそのパフォーマンスは必見です 午後3時からスタターートするタイムテーブルも発表されました。最初の15時台には今瀬のナイトダンサー HY の366日オフィシャルデュエットバージョン,アンドチームの「チンチャーおかしい」などが披露されます上ンも視聴者投票企画で「ラブシーカー」または「スーパーカリ」を歌いますこの時間帯はさまざまなジャンルのアーティストが登場しバラエティに富んだラインナップとなっています 16時代には、東京スカパラダイスオーケストラと今瀬のコラボレーション、一日花や、肉のライド・ザ・バイブ、ジャパニーズバージョン、星町彗星のソアレなどが予定されています。高橋陽子さんは道頓堀でサプライズライブを行い、残酷な天使のテーゼと、魂のルフランを披露します。この時間帯もまた、驚きと感動が詰まったパフォーマンスが期待されます。 17時代には、新しい学校のリーダーズのありがとう XG のウォークアップ三代目 J Soul Brothers のブレイズチューブのガラスのメモリーズ、あー夏休みなどが予定されています。日曜は、ライズアップ乃木坂46は、お一人様天国を歌い、三浦大地さんやマイレットさん、山下智久さんも登場します。特に山下智久さんは TomorrowXTogether のュンとのコラボレーションで、 パーーフェクトストスムを披露しますこの時間帯のパフォーマンスも見逃せません18時台にはタイムレスのアンセム・ディッシュの「いつだってはい」トゥモロー・エックス・トゥギャザーの一つの誓い「ウィール・ネバーチェンジ・ニュージーンズの「ハイプ・ボーイ」などが披露されますまた道頓堀でのサプライズライブでは吉本新喜劇のメンバーが「明日があるさ」を歌います情熱爆発カーニバルメドレーでは アンミカのアンミカーニバルダイシー E のスターマイン荻野目洋子さんのダンシングヒーロー e a ア u p が予定されていますさらに松平健さんの松健ケンさんバニーのフラッシュモブ企画も行われます19時台にはイリットのマグネティック宇徳稽子 MIK の思い出の九十九里浜カトゥーンの遥かな約束ザールフィーの星空のディスタンススーパーエイトの A デーズハンニニュージーンズ の青い珊瑚礁 B、ファーストのマスタープラン、ゆずの栄光の華境ビューティフルなどが予定されています。さらに、桜井翔さんとビリー・アイリッシュさん、夜遊びのサプライズ対談も見どころの一つです。20時代には、XG のシューティングスター、キングプリンスのハーフムーンスノーマンの君は僕のもの、ニュージーンズのハウスイ e トマイファーストストーリーかけ×ハイドの無限、 ミセス・グリーンアップルの「ライラック」エルイース・セラフィムの「スマート」などが披露されます道頓堀でのサプライズライブでは何は男子が「アイウィッシュ」と「アルファ」を歌います世界的ラップソングトリビューとコラボメドレーでは ELLY 三代目 J ソウルブラザーズ田中樹 SixTONES「旅器」B「ファーストが「ルーズ・ユアセルフ・マユカ・日優、トリマ」「日優が「ファイス」 リミックスフィートカーディビーそして全員がパンプイットを披露します21時代には新しい学校のリーダーズと妹綾子の「大人ブルー」「エースパのスーパーノバ」「ストーンズ」の「ゴング」「世界の終わり」の「ロマンティック」「高橋海とキングプリンス」「トソタ」「B」「ファースト」と書いたによるエモーショナルズの「一番ブームブームバック」 ハウローナンバーアンダーラインアイのスクエアアンダーラインワンとボン、ヒーン、ニュージーンズのプラスティックラブ、ポルノグラフィティのカイホークとアゲハチョウ、渡辺翔太、スノーマンとヒューエニンカイ、トゥモローエックストゥギャザーのベテルギウスが予定されています。さらに、金沢でのライブではグレートミーシャがユアソングフィートドットミーシャを披露します。22時代には アイコの総思壮愛吉川浩二のオーバーザレインボーとキスに打たれて眠りたいマックスと渡辺美里のパフォーマンスが予定されています。最後のコーナーでは歌おう。私を変えた曲コーナーとして、ミヒ、日優、トニナ、日優が、スイート19ブルース加藤聖志郎さんが、瞳を閉じて亀梨和也、カトゥーンが、プログレスを歌います。ザ・ミュージックデー2024は、 驚きと感動が詰まった一日であり、様々なアーティストのパフォーマンスが楽しめること間違いなしです。このイベントは、日本の音楽シーンの現在を映し出す鏡であり、毎年多くのファンが楽しみにしています。今年も多くのサプライズが用意されており、視聴者を魅了することは間違いありません。特に注目すべきは、様々なジャンルのアーティストが一堂に会し、一つのステージで共演することです。 これにより、新たな音楽の可能性が広がり、視聴者にとっても新しい発見があるでしょう。さらに、ザミュージックで d 2 0 2 4は、ただの音楽イベントにとどまらず、社会的なメッセージも発信しています。今年のテーマであるサプライズは、予想外の出来事や感動的な瞬間を通じて、日常の中にある驚きや喜びを再認識させてくれるでしょう。また、 アーティストたちがどのようにして自分たちの音楽を通じてメッセージを伝えるのかその姿勢にも注目が集まります視聴者としてはどのアーティストがどのようなパフォーマンスを見せるのかその一瞬一瞬を見逃さずに楽しむことが大切ですまたライブの合間に放送されるインタビューや対談もアーティストたちの素顔や思いを知る貴重な機会となります THEMUSICDAY2024 は 音楽の力を再確認し、感動を共有する場であり、音楽ファンにとって一生の思い出となることでしょう。桜井翔が12年連続となる総合司会を務め、MC を羽鳥真一、バカリズム、三浦浅見アナ、ネクストゲート進行を一切れなアナが担当する、ザ・ミュージック・デイ2024。今年のテーマは、サプライズ。驚き、感動が盛りだくさんな内容で、 総勢60組を超えるアーティストが夏の始まりを彩る熱いライブを届ける。